よくあるもんね。火が当たらなかった家が匠の技術によりこんなにも明るくなりましたみたいな。こんにちは、ここはコナンベリーよ。道具屋です。さあ、とりあえずここの武器屋たちがこっちも販売を始めたか。お、東大の魔物やっつけたってありがとうございます。東の東大元通りになったってね、あんたのおかげだよ。いいから物売れよ。武器や防具や、まあもうだいたいここの装備は買ってるね。そもそも今から次の町行くからここで買っちゃったら損だもん。次の町見てから。ただ鋼の剣の次がもう売ってるかって話なんだよね。覇者の剣が欲しいな。マーニャとミネアはね、前の章で装備揃ってるから特にいらないんだよね。船旅はオートだった気がする。トルネコさんに会いに行こう。いた。海を越えた南のミントスには商売の神様がいる。とりあえず次の目的地は南のミントスですね。よくやってくれました。ジェイクの炎向き、ほら海もあんな穏やかです。そして嬉しいことに私の船が完成しましたよ。お願いがあるんです。私はね、魔物たちに恨まれているようなので、ね、あなた方のような強い人たちと一緒ならとても心強いでしょう。私も仲間にしてください。一緒に世界中を回ろうじゃありませんか。失礼、神まみた。おお、ありがたい。では参りましょう。馬車ですか。もちろん馬車も船に乗り込むことができますよ。さあ参りましょう。さあ、メンバーが5人になってしまった。さあ皆さん、まだ見ぬ大地を目指して出発しましょう。出発進行、キュウリのお進行。あ、オートだ。あの大臣っぽい人が見てる。じゃあ、邪悪な光じゃ、ズバーン、トルネコの船は沈んでしまったってことにはならないようだね。さあ南に行きましょう。南のミントスの町には海に詳しい老人がすごい地図を持っているって話ですよ。あ、自分で動かすパティーンだ。じゃあちょっと寝とった方がいいな。誰よ。寝るって意味だよ。トルネコさん一文字61。ちょっとメイン盾にするには守備力悲しい感じだな。羽帽子は装備できるかい、トルネコさん。だがダメ。じゃあ宿屋で寝てから。宿屋どこだっけ。宿屋どこやねん。あれ、 ここだったような気もする。ほら、ぐるっと回せばよ、ここだよね。こんにちは、宿屋へようこそ。30ゴールド。お高いんでしょ。おはようございます。では行ってらっしゃいませ。まあホフマン君ともね、南次の村でお別れのはずだったから。じゃあメントスじゃなかった、ミントスに向かってミントスコーラやろうぜーって。確かトルネコに、鷹の目来い。東に16、南にこっちか。鷹の目超便利。あ、ここか、ミントスの村。あれ、ここはもしや、やっぱりそうだ、ミントスの、あ、やっぱミントスで合ってるのか。商売の神様と呼ばれる、ヒルタン老人のミントスだ。沈黙は金なり金なり、どっちか分かんないけど。突然ですが皆さん、これまでずっと一緒に旅をしてくれたこと感謝します。私もいずれは父の後を継ぎ立派な宿になるのが夢でした。このミントスには商人たちの、商売の神様と呼ばれているヒルタン老人がいます。私はヒルタン老人のもとで修行を積んでみたい。ですから勝手なお願いとは分かっていますが、皆さんとお別れさせてください。いいえ、そんなこと言わずにお願いします。いいえ、そんなこと言わずに、無限ループ。ナドラケアはいつもの無限ループ。じゃあ聞くなよって思う。あれ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのことは一生忘れません。信じる心の大切さも。元気でな、パトリシア。さよなら皆さん、ご無事をお祈りしています。
ホフマンさんの夢叶うといいですね。この町に来たのは偶然じゃありません。そう、我々は導かれてきたのです。あの光を進みましょう。運命が待ってます。ホフマンがいた時は重い荷物も全部持ってくれたのに。あー疲れた。ホフマンアッシーじゃねえか。並び替え。まあ、トロネコさん、まだレベル8か。メインだって、もう俺の方が強えな。おめ強えな。まあもう、並べ順的には、な、トルネコが肉壁になって、って感じでいいかな。ヒルタン老人ってさ、まだ独身よね？あたし玉の輿狙っちゃおうかね？男は顔じゃないわ。おお、ここがあの名だけ、ヒルタン老人の町。いや、嬉しいですね。ホフマンさんとはもう少しいろいろと、ですよね。2、3分しか一緒にいなかったもんな。ここはミントスの町。商売をする者にとっては憧れのヒルタン老人がいる町ですわ。道具屋です。なんもない。武器屋だぜ。は、覇者の剣売ってる。これは買うしかない。トルネコも装備できるんだよね。よかった、鋼の剣買わなくて。多分足りるだろう。あなたは武器から派？防具から派？っていう。俺どっちかというと武器派なんだけど、ドラクエって大体な武器は落ちてんだよね、ダンジョンに。で、1個取ると OK だから、防具買った方が結果的に強くなれるっていう。ちょっと足りないか。旅人の、ちょっと足りないな。いや、足りるじゃん。これ売りゃいいだけの話じゃん。やったぜ。帰ってきた。覇者の剣ですよ。まあ、次の出たらトルネコに回せばいいし。やった！これで俺の攻撃がダメージソースになる。防具の店です。まあ、お金ないんですけど。鉄兜は回せるし、早めに欲しいな。まあ、お金ないんですけどね。旅に、宿に泊まっている旅の新刊が重い。これはクリフトだな。パテギアさえあればきっと。あ、パテギアのイベント。お、あれかな、ヒルタン老人。にゃー。にゃー。ラックのため。このゲームの運の方が知らねえんだよな。井戸の中。お、あったあった。小さなメダル。宿屋、でっかい宿屋。えらい儲けてるな、こいつ。本日は良いお部屋が空いておりますよ。本日はって、これ罠だよね。実はずっと空いてるくせにこういうことを言って、あ、私だけお得になったって思わせる、そういう商売だよね。商売の神様って言うからよ、どんな立派な人かと思ったら、ただのじいさんじゃないですか。ヒルタン老人なら、そこの高台で講義をしておりますよ。ババ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 バよーしよしよしよし。小さなメダル2枚目。あれ？あ、びっくりした。入り口がないのかと思った。ポポロじゃない。僕もっと小さい時にひどい病気にかかったの。でもソレッタ村のおじいちゃんがパテギアの根っこを持ってきてくれたから治ったんだよ。鱗の盾。本棚を読んだ。特に変わった本はない。偉いでしょ、僕たちお家のお手伝いしてるんだ。教会ないんだ。ここ今でこそ大きな町になったミントスですが、昔は小さな村でした。宿屋の主ヒルタン老人が立派な宿を建てるから、建ててから次第に旅人が集まるようになり、小さな村はいつしか大きな町となりましたね。大きな町になっても大きな教会はできないようだな。頼もしき神の主もべよね、野ざらしじゃ。一応セーブしとくか。はーいって。どうやら宿屋はでかくなったようだが、教会は建ててもらえなかったようだな。お願いします。はーい。さあ、クリフトに会う前にヒルタン老人の話を聞いておくか。
やっぱ上がれんだ、こっちからも。さすが 3D マップ。ヒルタン老人は若い頃冒険家だったそうですよ。いろんな宝物を手に入れて、それを元手に商売をして大成功を収めたとか。大学の講義かな。私も商人の娘、勉強しなきゃ。隣の人は一体何をしに来てるのかしら。高い授業料払って、何しに大学に来てるの、このバカ。いやいや、全くヒルタン老人の話はためになりますよ。物ではなく心を売る、これには参りました。ホフマン、あ、シエさん、早速ヒルタン老人の商売の秘訣を教えてもらっているところです。ふむふむ、商売は金ではなくお客さんの笑顔のためにと。何甘えこと言っとるんじゃ。何、海に詳しい老人とはわしのことかじゃと。バカ者、わしは海だけではなく世界のことに全てに詳しいのじゃ。人を訪ねるときはちゃんと調べてくるのだ。出直してまいれ。いいえ、ほうほう、よくわかったな。わしは海だけではなく世界のことに詳しいのじゃ。そなたは少しは骨がありそうじゃな。わしの試練を受けてみるか。では問題じゃ。一番大切なこととは何か。あっぱれ、何も言わない。つまり沈黙は金なりじゃ。はっ、よし、そなたに宝の地図を使わせよう。あれ、俺無口なだけなんだけどね。わしが若い頃手に入れた、ついに示された秘密を解き明かすことができなかった、受け取るがよい。宝の地図をくれてやろう。そなたならその地図の秘密を解き明かすことができるやもしれん。頑張るのじゃぞ。ドラクエの主人公が喋ったのはドラクエ1の時のローラ姫助けた後の、この、城を治めてくれ、いえ私は自分の国を、見つけたいのですって言った、あのセリフだけじゃないかな。とりあえず地図ありがとう、使ってみよう。宝の地図を広げた。めっちゃ印入ってんだけど、バツって。そこ宝あんの。これ結構埋まってるね。ドラクエの地図ってさ、自分が通ったところが、灰色のやつがどんどん色ついていくタイプ多いんだけど。真ん中に浮いてるところがデスパレスか、多分。まあ、次の目的地はそれだね。とりあえずクリフトに会いに行こう。疲れたヒルタン老人は人使いが荒いぜ。やっぱり弟子入り者の間違いかな。ブラック企業かな。この大陸の東の外れ、とりあえずそれった向かおう。宿にいたお姫様にその話をしたら慌てて飛び出してしまいました。ネットパキーン。お、賢さの種、魔法の杖を求め、お、三章来たね。私はマドルへ、魔法の杖を探して噂の町までやってきた。聞き込みをしてみたが、どうやら今回、こそは私の苦労が報われそうだ。魔法の杖はこの町にはなかったものの、町の近くの洞窟にあるらしい。世の中の、世の人々はどうして貴重な宝物を洞窟なんかにしまい込んでしまうのか。おかげで私のようなものが苦労する羽目になる。洞窟なんて大嫌いだ。自虐、あ、ブライさん、共に旅する仲間がグルーンのように思い病に伏せてしまったのですよ。我々の主人アリーナ姫がお一人で薬を取りに行かれた。もう心配で心配で、見知らずのお主たちに頼むのは厚かましいが、心あるお方とお見受けした。よくアリーナ姫を探し出して姫様の手助けをしてやってはもらえぬか。私は一向に構わん。あ、ブライも来んだ。さあどうしよう。ブライ今ヒャダルグ覚えてるからめっちゃ強いんだよな。ではわしは一足先に旅の、いや宿の者に、あ、一足先に馬車に行く気だな。外で待っておりますからな。では後ほど。ありゃりゃ、うちのポポロがはしかにかかった時みたいだな。はしかじゃねえ。あんまり近くに行くと映るかもしれません。気をつけてください。マーニャのセリフはなしと。そんなことよりも、こんな立派な宿屋を毎日借りてたらお金の方大丈夫かい？さあ、ソレッタに向かおう。トゥットゥットゥーン。終わったな、ここ。オーケー、オーケー、オーケー。その宝の地図はわしが若い頃手に入れた。ついに秘密を解き明かせなかった。じゃがそなたたちならできるだろうね。
からの地図。とりあえずね、東行きますかね。並び替え。ブライ。ただ守備力が出んだよな。ヒャダルコがめっちゃ強いはずだからね。あ、トルデコがまだ仲間になって数分しか経っていないのに馬車の中の定位置に戻ってしまったぞ。この音楽聴くとドラクエ6感があるんだよな。堂々踊り。バッチリ頑張れ。ヒャダルコじゃ。MP もね、85。超高え。超強え。やっぱブライだな。おお、メタルスコーピオン超強そう。俺のメラを食らえ。一人で防御してどうするの。そのまま一生死ぬまで耐えるのか。シャキーン。そんな強くなかった。さあ、それったどこ。お前友達いねえのな。覇者の剣超強え。俺はメラなんか使ってる暇だったら戦えだ。覇者の剣使ったらギラだよね確か。夜が近づいてきました。あっちょっ、気づいてないだって。マーニャにイオだけ使ってもらって、気づいてないなら、あとは適当でいいかな。ビシバシドカーン。ビシバシドカーン。やめろ。骸骨剣士早いんだけど、お前骨しかねえだろ。ちょうどダメージが通らないんだよな。ありほうじゃん。いいよ。フィニッシュ。なななななな。ちょっときついな。もうちょっと守備力欲しいな。マーニャは14。79って、おい。成長期。トルネコは5。トルネコ体力だけ高いんだよね。ファミコン版の時も。8回逃げるをする時のためにトルネコを1人で8回中4回ぐらい頑張って逃げてもらうっていうね、あるある。夜になってしまった。おお、ベビーサラマンダーギラ効きにくそうだな。キャバルコで一発だろ。やめろ、全体攻撃はやめろ。ヒャダルゴジア、この火力よ、強い。ブライ最強説。よし、63。お、ギラいらない、絶対使わねえ。多分最後まで使わない。これどこだよ、それった。おい、トルネコ。西に0歩、南に8歩。知らん、ん？それった？城？城あるの？夜に来ちゃった。城は？城、ゲルかな？木の城じゃん。外のグラフィックと中のグラフィック違うんだけど。にゃーん。ここ本当はただの野原じゃないの。家の明かりも見えないわ。本来ならばこのようなどいなかに用事などないのだが、仕方あるまい。さて姫様はいずこに。割とブライ失礼なんだよ。何もない村だからこそこの私の輝くばかりの美しさがより引き立つのよ。たまには田舎もいいもんだわ。トルネコの話は危険。夜更けに我が教会を特に興味ないです。旅の宿屋、ここ
一倍。しかも高っ。ボッタ。こんな野ざらしなところで40ゴールドも取る？もう。むにゃむにゃ、ユッキー。早く、大きくなれよ。この鉛感、田舎者もろだし。豚が、その辺普通に歩いてる。わかりやすい田舎な表現である。ほほ、ミントスからキス、こなすったか。あの町にはわしの娘が嫁いでおっての。かわいい二人の、あの家か。あったな。おいらはよ、畑耕した30年とね、パディギアの根っこ、あれ5年前のカンボスで全滅しまっただよ。だから今、人参やら大根作っとるだ。ポイッと。ここはソレッタのお城、しかしおさますでにお休みであられる。釣りはやっぱり夜釣りに限りますな。この間なんかタコマジンを釣り損ないましてね。いや、本当ですって。入れる？怒られる？入れるんだもんな。門番の意味がなさって。雑魚ね。ここはソレッタのお城です。こうして雨露をしのげるだけでオラは幸せだよ。すやすや。グーグー。王様のベッドはギリギリあるんだね。王様はとても立派なお人ですわ。でもパデギアが全滅してから働いても働いても豊かにならないのです。かわいそうな王様。よよよよよ。へそっくり3ゴールド。ああ、南の洞窟の怪物どもめ、むにゃむにゃ。さあ、とりあえず朝に来よう。40ゴールドぼったくりだな。はーい。おはようございます。昼になったら変わってるかい？お、お日様が眩しくて海がきれい、静かでいい村ですね。ああ、ネオンが酒場のお酒の匂いが恋しい。私、性に合わない。昨晩と言ってること違うじゃねえか。今時珍しい見事な明るい農村、うわー新鮮だわーと思ったけど、牛、豚、馬と畑だけじゃ5分で飽きるわ。ブブー。ここはソレッタの国、どんな病気も治すパデギアの特産地だよ。というのも昔の話さ。誰かを探しているだが、そういえばこの前アリーナ中娘が来たな。一人で飼って、うんにゃごついのやら気立ったらしいのやら、3人ほど男を連れていただよ。男を3人引き連れて、なんて羨ましいの。男も女もやっぱり肩書きには弱いわよね。私もお姫様に生まれたかったわ。どこの馬の骨とも知れぬアホどもを連れ戻すなど、三度廃儲けの恥。急ぎ姫様を探し出し連れ戻さねば。これで国とは我がサンドハイムとは比べ物になりませんだ。ブライデフォルトでディスってくるからな。本来ならばこのようなどいなかに用意してるわ。ほんとひでえ、ブライ。あら、ユッキー、おいらとおめんの顔がいけさ。ユッキーって牛だったのか。幼なじみの女の子かなんかかと思ってたら牛だったわ。返事がない。ただのカカシのようだ。カカシかい。ただのカカシですな。王様、わしはこの国の王者。我が国のバレギアが、全滅してからすでに久しい。前の王がもしもの時にと南の洞窟に、パデギアの種を保管しておったそうだが、いつ頃からか、魔物たちが住み着き、我が国の兵士では太刀打ちできんのじゃ。種さえあればそなたの望みも叶えられようが。洞窟に魔物がとは、姫様の喜ぶ顔が目に浮かぶ。はあ、やれやれ。ともあれ、パデギアも、姫様も洞窟のはずです。さあ我々も参りましょう。おほ、これは聞いた。これも多分同じだな。はい、聞き、さっき聞いたよ。さあ、道具屋です。キメラの翼すら売ってね。にゃお。ようこそ、ソレッタ。さあ、どうぞ中へ。王様いねえだろ。ここはソレッタ王のお部屋です。王様に会いに来たのか、しかし我が王は野良仕事に出ておられる。ここだけの話だが、王自らが働かねばならぬほどこの国は貧しいのに、大臣、お前は働かんのだな。王様はとても立派な人ですわ、と。これも聞いたな。さあ、パテギア取りに行こう。お金がまだ700。